それでは今日の FC 町田ゼルビアのスターティングイレブンです。こちら予想フォーメーションでご覧内いただいています。ゴールキーパー福井です。ディフェンスは三木、深津、高橋、奥山です。ダブルボランチに高江と佐野、右に前節2ゴールの吉尾、左には平戸が入ります。前線には長谷川、アーリア、ジャスールと中島が入ります。さあそれでは FC 琉球の方です。ゴールキーパーが田口です。絶好調です。そしてフォーバック、田中、岡崎、知念、沼田です。ダブルブランチはキャプテンの上里と富所、今日も富所がスタメンです。右に風間、真ん中池田、そして左には清武が入ります。ワントップには阿部という布陣になっています。今日は知念と岡崎、まあ、不動のセンターバックです。非常に安定しています。そして田中、ボールを握っている FC リーグ、風間光也から中、ワンタッチで清武落として、ここに奥で沼田が入ってきて、清武のシュート、いい流れです。風間光也、まだセンターバックは残ってます。ゴール前、清武、あーちょっとずれたか、拾って阿部、左足のシュートだ。清武からのパスはちょっとずれましたが、この阿部がなんとかシュート体勢まで持っていきました。ペナルティエリア外からのシュート数はリーグで5位タイです。それも見たいですね。そうですね。さあ長谷川アリア、ジャスル前を向いてパスを送って、中島戻して平戸、後ろからシュート、高江のミドルでした。仕立てた通りの、ね、シュートが出てきましたね、はい、今ねパンチ力あります。はい、25分経過です。高いボール逆サイド、ここはキーパー田口、吉尾が拾います。同サイド使っていって抜いてクロスを上げてヘディングシュート、決まった、高橋、町田先制、26分、高橋翔平決めました。移籍初ゴールになります高橋翔平。岩田から完全移籍の高橋、嬉しい移籍初ゴール。内容はね、本当ね、全然チャンス。あ、ボール拾って平戸、チャンスだ、長谷をかわしてシュートを打った、ナイスキーパー、タッグ、岩田、前半無失点だった琉球ですが、今日は町田相手に2失点前半。今日はプレスは町田のが効いてますね、うん、いや効いてますね、まあ、ね、そうなんですけど、やっぱりコースシャットアウトしながら、長谷川から両サイド、中島折り返してシュート決まった、3点目、平戸決めました、今シーズン2ゴール目、3対0。今から平戸というところでした。深津、高橋がニア、深津アウトに膨らんで、深津決まった、サイドか、かなり待ってね、ずいぶん時間ありましたね、はい、狙って打ちましたけどね、笑ってますね、ボール打ち込んでね。さあ上里から、ここでまたボールを持って風間光輝、前を向いて清水、さあ中川縦に送って、また清水、ペナルティエリアの中、向こうサイド、上原には通りませんでした。上原赤嶺のツートップいいですか。そうですね、中に送って沼田、ここは打てるかどうか、打てません。知念から上里、田中が走り込んでいく、その田中へ、これはコーナーです。3対0、まあ、4分経過しました、追加タイム。
攻で試合終了。 FC 琉球進撃止まりました。第9節、そして町田はホーム今シーズン初勝利、そして初の連勝、3対0、2位の琉球を完全に止めました。